リトンソッシーの,ラジ,のラジオ歴史小話ということで早いもので8月も最終週になってきましたねなんか1ヶ月前にもう8月だみたいなこと言った気がしたんですけど <laughs> そうですよ恐ろしいですね恐ろしい本当にやっぱ時が流れゆくっていうのはあっという間で今僕30代で今年35になるので、はい、アラフォー入りするわけなんですよ 入っちゃいました。入っちゃうわけですよ。まあまだね、うん、もうしばらくちょっと執行猶予期間が二ヶ月ぐらいあるわけなんですけれども、なんかこう歳を取ることにやっぱ動きって鈍くなっていくし、なんかこう悩ましいというか、うん、なんかなって思うんですよね。なんかやっぱり同じことをやっているとあっという間時間過ぎちゃいますけど、その過程でいろいろ変化つけるって大事かもしれないですね。そうですよね。 だからこうやっぱりなんか結構そういう上の人とかとなんかスポーツしたりとかってありますなんか体を動かかしたりとかあ,ありますねあの毎年8月にあのサッカーのチームの OB 会みたいなのがあって割と上の世代50から。 50、60とか、下の世代、まあ、20代現役のチームとか、やっぱソシも現役なんじゃないですか、僕ですか、フットサルでなんか、ブイブイ言わせてるみたいなこと、前、言ってませんでした <laughs> 前喋ってたかもしれないですね、うんうん、前の時からだいぶ衰えてるかもしれないですけど、まだまだ、なるほど、やりますよ。で、そういうアラフォーとか、アラフィフ、うん、アラカンを、ボコボコにしちゃうわけですね、うんうん、<laughs> それがですね、しないです。しないんですか <laughs> やっぱ あの体を思いっきり当てるとか、ね、後輩にはします20代には負け,<ー>負けんぞとなるほどでも上の方にはやっぱりちょっと気遣ってボールをちょっとミスってしまって、えー、取,取ってもらって攻めてもらって楽しんでもらうななるほど。たミス。 って,って今言いましたけどミスじゃないんですよね、はい、狙ってるわけですよ <laughs> ああしまったとかって言いながらこう取られてるわけですよね,そうですねちょっと滑っといて後から追っかけてギリなリ追いつかないみたいななるほど毎回じゃないですけどでもそういうシーンは多分にありますねまあやっぱりねこう、うん、日常的にやっぱりこう上の方とか上司の人とかに とか年代が上の人とかこうちょっと気を使ったりとかして相手出しゃばらないってあると思うんですね。僕昔あったのが僕いい時計をちょっとね買っちゃいましてでちょっとね上司よりもねいい時計だったりとかしちゃったわけなんでいつ頃の話ですか社会人の34年目ぐらいですかねうん、うん、ちょっとずつお金た,たまり始めてだからちょっとね 後で気づいた時にこれは良くなかったかなと思いつつも、うん、まあ買っちゃったんでね <laughs> つ,けつけないわけにもいかないしといか,か,、ね、とかで海外に赴任する時に、うん、逆にこの時計ちょっとやめた方がいいんじゃないのかなとかって思ってスウォッチの時計を空港で買ってでもまあ途中で結局なんかだんだん人間関係できてからはまあいいやって思ってその時計 使わないスウォッチュの時計は使わなくなっちゃったりとかしましたけれどもんかこうやっぱ相手をおもんばかってこうもの、はい、を使う使わないとかって考えることってあるじゃないですか、うん、あ,ありますねで菊の御門って何を象徴してますか、はい、あのなんて皇族というかそうですね、はい、天皇系の象徴が菊の御門なんですけど、うんまあ、菊なんてまあ一般的なお花じゃないですかでこの菊の御門っていうのは実は後鳥羽天皇 言葉上皇っていう上級の変っていう鎌倉幕府に、えー、天皇家がある意味こう潰そうとして起こした動乱の時の天皇家のトップだった人が後鳥羽、はい、後鳥羽天皇後鳥羽上皇と言われる人なんですけども、はい、この人はもうすごい和歌も歌えれ,歌えれば。 なんか歌歌って名前に言葉って出てるん百人一首にも、あのー、出てますし刀を打たせたら刀打ちもできちゃうし、うん、武芸も得意だったり<ー>でその人が好きだったのが菊の御紋だったんですね<ー>で。何にでも自分の目打った刀にも菊の御紋を打ったりとかそういうのをしていってだんだんそれでみんな恐れ多くてお紋ばかって 菊を使えなくなくった自分も例えば武器とか歌とかに菊をなかてんかつけて、ね、自分のものに菊の刻印を入れてたわけですね、うん、で天皇家はもう菊天皇家しか菊は触れないという,、はあ、いうような感じになっていったわけですね<ー>今だと我々だとね、あのー、こうパスポート菊の語問ついてますけれどもだからそういったところとかやっぱ日本国を象徴するとか,んなんかそういったところと菊ってある意味リンクして、うん いるしそれは昔はこの紋所が目に入らんのかということで葵の御門、うん、天下の副将軍が睨ませてたわけですまあ、あれはね史実ではないですけれどもフィ,フィクションではありますけれども、まあ、葵の御門って特別な意味を持っていたしやっぱこうお紋ばかるっていうのってあるわけですよ例えば接待とかで、はあ、まあさっきの阻止じゃないですけれども。 こう接待の相手先の人よりも、うん、飛距離は出さないとかねいろいろとそういうものがあったりとかする、うん、こうおもんばかりと、うん、いうことの一つの象徴これが菊の御紋がきらめいてるわけですよ。なんか われわれの身の回りだけじゃなくて昔からそういう気遣いがあったってことですねそう,そうなんですだから、あのー、あるいは、ね、結婚式とか、あのー、婚約指輪とかもそうですけれども、うん、やっぱり文相応っていう言葉が日本語にあるわけですけれども。ありました こうやっぱりね、文不相応なことをすると、なんかまた、こう、どっかの回答を被っちゃいますけど、やっぱ出るく打たれるっていうところがあるので、そういったところをやっぱおもんばかっちゃう、うん。うん ってたんですよねでも、おもんぱかっててもしょうがないので、うん、まあ僕、時計ずっとしてたのと同じように、はい、まあやっぱりそれはそれこれはこれということで自分のこう主張っていうことをしっかりとね伝えていかなきゃいけないしそれが本当にだろう借金までして見栄を張るっていうような <laughs> そういったのはちょっと違うとは思うんですけどこう何を自分がえやったの要は頑張って働いた結果のある意味、 役ととししててそういっったたものをご褒美として買ったって別にそれは時計じゃなくてもいいわけで何でもいいわけですよだからそれをこう手に入れた以上は使いたいのが人情だし。うんうん で昔よりもそういった縛り規制っていうのはなくなっているしでも逆にじゃあそういった中でどう個性を見出していくのかみんながりんごのマークをスタバでドヤ顔して使っているっていうのに、うん、だんだんちょっとそれはって思い出してる人もいるわけですよ <laughs> でもアップルの製品には何の罪もないわけでそこをどう使うかっていうのは人の心なんですよね、うんうん だから物自体に何か色とか柄がつくわけではなくてそれを扱う人の心これが最終的にそういったものにどう付加価値をつけていくのかどう見えていくのかだからこうソッシーが50代にきつい当たりをしないとか20代にきつい当たりをするとかっていうのはやっぱり人の心がなせる技なんですよねでこの人の心っていうものこれがなくなってしまうと文化 っってていううものがなくなくしまうう、はい、だから忖度とかなんか今最近悪い言葉とかでなんかね使われてたりとかおもんばかるっていうのも。 やっぱりなんかそれってどうなのとかあるわけですけどでも、そういったこう人の心の営み大切さこれが文化の礎だと僕は思うのでやっぱ人の気持ちを考えるとかそこで何をやるべきなのかで自分は本当に時計つけたままでいいのかなとかで相手はそういうのを気にするようなタイプじゃないからそんなことを思うばかってもしょうがないからつけちゃお 人間関係できてるわけだしっていうところ。うん、それが分かれば、いろんなそのセーフゾーン、アウトゾーンっていうのを踏み間違えないと思うんですよね。で、それを釈地定規に、これはダメだとかっていうふうに、一方的に赤の他人が、あのー、SNS とかでね、炎上させるっていうことって、やっぱ違うと思うんですよね。当事者は全然気にしてないのに。こう、いかに、 こう同時当事者間での合意とか考えっていうのが意思疎通できて、うん、あとはそれをとはいえ炎上させないために、まあうん、周りにどう理解してもらうのか周りの方は気にしたりとか逆にするんですよね、うん、お前誰、まあ、々さんよりいい得こしてるけどいいのかよみたいなね <laughs> 気遣っちゃってね,っったね周りが、うん、だそれは周りを気遣わせるっていうのもそれも不本意なので、うん、きっちりとやっぱそういった関係者とか見える範囲には、うん、なんか分かった空気を作って いいかかに上手させていくのかこれも一つは、うんえー、この SNS 社会においても大切な要素、うん、考え方なのかなと思います、うんうん、なんか順番が一つ大事なのかなというとやっぱその先にいいその関係性を築きたいっていう思いがあることが前提としてとても大事なんだなってそんなふうに改めて、えー、思いました、はい、ラジオ歴史小話お相手はリートンとソシーでした。